どうもゴピーです。さあ今回も電撃文庫コラボのキャラを使っていきたいと思います。で今回使うのがシャナちゃん、尺眼のシャナですね。はい、まあ僕はね相変わらず電撃文庫については存じ上げておりませんけども、まあこのキャラねボイスついてるんですけど、このボイスがね、統治のくせに生意気よ、うるさいうるさいうるさい、まあこの特徴的な声ですよ。まあこれはね声優さんはわかりますよ。これ釘生ですよね、多分釘宮さんだと思います。それだけはわかる。まあなんかあとはなんかイラストがどことなくねちょっとなんかギャルゲー感があると、うん、まあでもなんかイラストの雰囲気見ると多分まあバトル系のやつなんじゃないかなというふうに思いますけども、まあこのキャラですね、あの変身キャラで、まあ性能的にはもう完全になんか火力特化みたいな、まあそういう非属性キャラです。はい、でまあねリーダースキルが火の2コンボで35倍に5加算で、回復消すたび攻撃力 1.2 倍に非属性の HP が5倍と、なんかちょっと癖強いし、なんか物足りなさを感じるんですよね。まあ、火力はねこれかなり高くて、まあ、あの回復消すたびなんですけど、この人ねあのスキルで回復6個生成できるんで、まあシャナのスキル使えば確定でね肩が攻撃倍率50倍出るんですよ。まあ、かなり火力が高いで、まあ5加算があると。ただ固定位置なくて、であと耐久がね非属性の HP5 倍だけなんですよ。軽減もないし回復倍率もないっていう、まあなんかその辺がねちょっと、うん、難しいね。火力は出るけどもう火力に全振りしすぎてんだよな。で固定位置なついてたらまだ救いがあったんだけどね、それもないというわけで、まあ結構ねちょっとこれは相方選びますよ。でそのスキルがねあの60億に6解除付きの変換、これかなり強いです。はい、でまあ覚醒はね 10C3 神キラー冬なんで、まあ神タイプがいっぱい出る超重力ダンジョンに行けば結構こいつのね強みが発揮されるんじゃないでしょうかと。まあこんな感じで、まあ今回ねまあ神タイプいっぱい出る超重力ダンジョンというわけで、まあ裏バンジを僕は選びました。であとはねあの相方ですよ、例ので、今回はまあこのウルトラバンデッカーですね。まあこの人がね結構強いと思います。はい、まあ火のコンボ系ですよ。リーダースキル火の2コンボで激減24倍3加3固定1ダメージ非属性の回復3倍ですよ。うん、まあ激減プラス回復3倍でなおかつ固定応用1もあると、まあこれはいいでしょう。うん、でまあスキルもねエンハーあって無効貫通もできて、まあ6個以上ね火が必要なんですけど、まあそれはシャナのスキルでなんとかなるんで、まあ相性いいでしょうね。うん、というわけで、まあ、こんな感じの編成。まあ、あとはね、こいつですよ。はい、電撃文庫、さらに、一条まさきくん。これ、まさきでいいよね。正気じゃねえよな。でも正気だとね、あの、阪神の村上正気選手がいるんで、多分違うと思います。で、まあ、この人はね、あの、スキルがね、すごい裏バンジュで使えそうなんですよ。盤面縮める対策できて、あと、ドローリフで花火対策ができると。で、まあ、聴覚性に地味に持ってるこの十字消しも結構役に立ちそうというわけで、これでいきましょう。まあ、あとね、ギルガメッシュとね、このアマテラスドラゴンはね、やっぱ相変わらずのこの黒メダル枠のね、やっぱ強さっすよ。うん。なんか最近の黒メダルな、なんか結構微妙なやつ多いんだけどね。この辺はね、マジ強い。もうてか、アマドラほんまに、やっぱ俺のね、この YouTube チャンネルのもう準レギュラーです。さあ、とりあえずまずは変身。変身じゃねえや。OK。まあ、これで、まあ、ちょっとこの辺のイランスキル使う。あ、イランスキル使う。でちょっとこれシャナは、まあ、せっかく威嚇あるんで、はい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 、まあ、これで一旦ね威嚇適当に刺して、あーでも待って左動いてくるじゃんこれ、やべ、左縦張ってんのか、あなんかしかも倒しちゃった。いやちょっとこのさ操作短縮うぜえからさ、これ解除するまで待とうと思ったのに倒しちゃったわ。左のやつ状態上向こう張ってたんだね。まあいいわ。じゃあ改めてここで威嚇さします。あとヘイスト、うん、ちょ今度こそ待ちます。どうしようかな、もう一旦だけ待とっか。もう一旦だけ待って次行こう。まあファガンもね、次の回のファガンも結構やらしいことやってくるんで、オッケーオッケー。じゃあここでこれ使いの、あなんかこれたまりそうなってんな、これやべ、あなんで俺今このタイミングで使ったんやろ、やばいやばいやばい、焦るな。
ちょっと待ってね。あ、しかも操作短縮食らってんだ。うわ、うぜえ、これマジで。さあ、ただしっかり10コンボいたと。オッケー。やっぱさ、回復をいっぱい消すべきなんだよね。回復を消せば消すほど攻撃が上がっていくと。ちょっとさ、本当はさ、やっぱ76リダチェンでね、使った方がいいと思うんだよ。うん、俺もそう思った。でもなんかパティエンス組むのむずいんだよな、マジで。なんで全パラ補正でもなければね、固定追い打ちもついてねえのか。ちょっとそこが悔やまれます。まあ、本当に火力全振りなんだよな、この女。それしか取り柄がねえんだわ。まあ、別にそれでもいいんだけどさ。で、こいつよ。こいつがさ、先制でやってこなかったっけ、花火。だよね、オッケー。で、半減張ります。で、これ使います。オッケー。そう、この固定変換が偉いんです、こいつは。な。この固定変換が偉いわけ。そして、ここはしつけーり半分まで削って、これ HP 大丈夫 ?29 万ってどれくらい耐えるの？あ、無理やん。うん、終わりだ。はい、ありがとうございました。さあ、今回は大丈夫でしょう。前もって、アマドラを使えば大丈夫だ。オッケー。でさあ、多分さっきキラーがね、刺さってたと思うんだよね。こいつ神か？だよな？オッケー、オッケー、オッケー。そう、裏バンジ神タイプクソいるからね。ゴミのように湧き出してくるから、やっぱりそこに刺さっていく。で、こいつのスキルよ。これで盤面広げるわけ。やっぱね、これが偉いよね、こいつは。本当に。で、花火対策もできるからね、このスキルで。さあ、ここはね、やっぱ回復のセットいっぱい組みたい。あー、ちょっと組めなかったけど、これは回復何セットですか、これ。4セットくらい組んだかな、今。さあ、1742倍ですよ。うん。まあこれでね、まあ種族はもうカンストで、副族もね、やっぱキラー刺さればね、多分カンストすると思うんだよな、シャナちゃんが。で、飛球士をやられる。ギルがあと4段か。まあ待ちましょう、ここは。さあ、ギル溜まりました。うわ、それうざ。まあでもギルで変換できるからいっか。 OK で、からのこいつよ。お前の鳴き声どんな鳴き声しとんやん、ガーみたいな。このさ、黒メダル枠のさ、やっぱなんかモチーフがさ、ようわからんのよね。なんかまたね、10月になったら新しいの来るけどさ、メタルポルクスとかもなんか原型がないもんね、マジで。デブいゴーレムみたいな感じのね、キャラになっちゃったんですよ。さあ、ちょっとこいつは水属性でも神タイプなんですね、こいつも。いや、神タイプはあかんよ、お前な。そんなんじゃお前俺には勝てんぞ。まあこのキャラね、一応ホノリンつけてるんで、ホノリン武器。まあこういうこともできるんです。回復分割しちゃう。あ、火2セット入れんと死ぬよ。オッケー。そう、こういうねやり方もあるわけ。自力無効化をやるという。そう、ウルトラマンデッカーの無効化スキルに頼らないっていう、そういう立ち回りもできるわけ、このパーティーだったら。で、まあね、もう属性相性関係なくしっかりワンパンしていく。で、アシスト無効5ターンっすか。はい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 。なんか消されました。これ別に消されてもいいやつだよね。で、まあ、このギルですよ。ギルがね、4ターン分回復できますんで、まあこいつも大丈夫でしょ、さすがに。LGLG。これ LG 組めます？大丈夫？大丈夫ね、OK。これがこうか、OK。さあ、これで、でもギリワンパンしないと OK。まあいいよ。うん、で、こいつを使う。OK。いや、いいね、これ。やっぱ、回復生産の強いな。ちょっとね、HP 倍率ないのはなかなかあれだったけど、やっぱそれを、
このなんか回復生成でうまいこと補ってるみたいな、なんかそんな感じですかこれ。そう、回復のね不安もね全然ない、正直ちゃんとね追いついてるからね。さあ書こうときました。ちょっとねここねアマドラ使いたいとこなんですけど、アマドラスキルこの後必要なんですよ。だからここどうするかっていうと、こいつを使うわけ。ここでまたこいつの出番が来るわけですよ。でここでね、だから何するかっつうと、これちょっと待てよ、これ今結構なあの運ゲーやってたんですけど、まあ、どうするかと申し上げますとね、ここで光が8個以上あるんで、あのこの消せない潜在使います。ちょっと今危なかったねこれ、普通に今普通に危なかったんですけど、まあ OKOKOK、うん、ちゃんとね色があれば別に関係ないですか。はい、これで全回復ですよ。で非偽取る軽減もしっかり貼る。 OK 完璧でしょこれ、マジで文句のつけどころがない、最高。でまあこいつは、まあデッカー使って倒すか。よし、ちょっとねこの裏番地用の編成組むの結構大変だったんだよ。パーティー編成考えるのに多分2時間ぐらいかかったんだけどね。いやなんかいい編成組めたんじゃないかな。やっぱねリーダースキルの癖が強いんだよなこいつはな。さてこの次だよな、どでかい先生。さあ遅延食らった、神悪魔ドラゴン、まあ潜在でね悪魔つけてるんで、こいつは多分ワンパンできそう。あーでも待てよ、ね突破したいのは山々だが、あーマジか、いやこれ突破しちゃあかんな。これさこの次の回、でもこれどうあがいても倒すくないこれ。うわーやべ、ちょっとさこいつのスキル貯めたかったんだよね俺。やべえどうしようね、これさアマドラのさ軽減だけで耐えれねえかなこいつの攻撃。これさこいつのスキル次の回でワンチャン使わないといけないの。一条くん HP43万でさアマドラの軽減でこれ一旦耐えれねえかな、非2セットなしで。いやこれ耐えれる耐えれる耐えれる、これアマドラ2ターン軽減あるから、ちょっと1ターン目はこれ非2セットせずに、ちょっと一旦適当に、もう適当コンボでいいわ。うん、これで一旦耐えて、オッケーオッケーオッケー。これでいい、これでいい。で、これでここで倒そう。オッケー。そうすれば、一条くんが次使える。ちょっとね、花火対策なんですよ。次、花火のね、キャラがワンじゃ出るから。あ、てか、これ回復追いつくかな。あ、こいつ、やばい、大丈夫。いや、こんだけ降ってきたら。いや、これ、4ゲシとかも組んだ方がいいか。ねえ。4ゲシも組んだ方がいいかもしれんな。あー、まあちょっとそのキャラ、今回引かなかったけどね。オッケーオッケー。うん、ただ、ワンチャンね、やっぱあったから。じゃあ、もうこいつは、これ使って。いやー、これ、回復が、やっぱ不安だな、これ、普通に。攻撃悪魔。一応潜在は悪魔キラー振ってるから、うーんこれどうなんだろうな、これ自力無効かやるべきなのか、たこ焼き優先して火いっぱい組んだ方がいいのか、どっちが正しいんだ、もう分かんないけど俺のパズルは止まらない。で回復がねしびんだよな。まあでも、いやでもこの男女別にそんな、なんだろう、先生ばっ、もうそれはないんじゃよ、あの野郎。うわー、なんか変な残し方したな。いけんのか、これ。でもさっき無効管やって、ギリだったもんね。だったらさ、こうしたらいけんじゃないの、さすがに。つまらんぜ、これで負けたら。これでいけるんちゃうんか。さあ、火、もう一セット降ってきたよ。あ、ごめん、吸収無効打てなかった。
ああ、またなんかやな残し方したね。まあでも、これはひとまずこれ使って。ちょっと待てよ、火のコンボ抑えないかんのや。だよね。火のコンボ抑える。火のコンボ抑えるんやから、ちょっと待って。これでいいでしょ。これで文句ありますかねえ。このクソワニがほんまに。このアリゲーターほんま腹立つよね、マジで。文句ないよね、オッケー。よし。完璧。で、こいつなんですよ。まあ、ここはさ、まあ別に、なんでもええんやけど、なんかデッカーがね、たまりそうになってるんですね、これは。なるほど。まあこれ別に自力無効感でもね、やれるから、どうしようかな。まあこれ別に裏溜まってもね、別に悪くはないんですけど、どうしようかな。ちょっとな、こいつも怖いよね、発狂。もうさっきのあんな見せられたらマジでこいつも怖いんだって。しかもキラー刺さらんし。ちょっとまあ、あれやな。これ使って、まあ、空間の武器普通強いしな。ちょっとこれ一旦、自力無効かやってみようか。これでどうなるか。うわー悔しい。めっちゃ悔しいこれ。くそー、この時期死じゃなくて分割したかったのに。あ、全然や。半分。半分いったくらい。全然やったな。ロックはまあ別にいいんですけど、でも今のでその削りなんだ。なんかやだね。なんかやだね、これ。今のでその削りなんだ。いや、ちょっと、ここは落ち着くべきだと思う。どう落ち着くかって言ったら、まあとりあえずちょっとこれ邪魔だからこれ使って、だったら無効化せずに削ればいいじゃない。簡単な話。まあ、やっぱね、伊達にこのゲーム7年やってないですから。こうすりゃええじゃん。やっぱこういうね、臨機応変な対応も時に必要。で、このわずかな削りが、まあ、また、なんか、またたまにそうなってる。ちょっと待って。これさ、まあまあ、で言うか。まあいいや、倒そう。もうこれはさ、いいでしょう。さすがに。これはさすがにさんの大統領も言ってた。ここは大丈夫です。はい。でもこれでミリ残しとかなったらもうスマホぶん投げるわ、マジで。さすがにな。オッケーオッケーオッケー。いや、だからさ、こういう敵来るとね、A 波上書きされちゃうから。こいつを使いとなるんやって。あ、でもそうか。こいつシンプル現象じゃなくてリラフレか。リラフレ現象。しかも半減。まあ、半減なんてもあってないようなもんだし。神体力回復。まあ、神キラーと体力キラー潜在刺さる。まあ、こいつは大丈夫でしょう。じゃあこれ使って。これね、まあ、やっぱ裏たまんの困るよな、これ。花火。別にこいつはやってこないよな、そんな。もうこれ使うよ。俺たちの勝利は揺るぎはしない。でまあここは普通に平積みでいいや。なんか落としパズル失敗したけどいいや。あー、ツーパン圏内、ツーパン圏内ですかこれ。本当にツーパン圏内なのか。ただちょっと待って、これさ、さっきはこっちのサブのシャナの上限上げて削ってこれだから、うわー、なんか微妙。いや、微妙すぎうちだけどさ。いや、これ手加減コンボでもさ、怪しくない？正直。どうする？手加減コンボでも怪しい気がするんだけど。じゃあ、無効化やります。困った時はさ、やっぱ無効化でしょ。さあ、
ここからは吸収ゾーン。マリオ来ました。あー、ちょっと操作短縮が非常に嫌です。まあちょっとさ、ここ確実に行こう。ちょっと操作短縮うざいから待つわ俺。いや、ここで行こう。いや、ここで行こう、ここで行こう。うわー、これアマドラの裏もちょっと溜まりそうになってんな。これ良くない。これちょっと早めに使っとこうか。ちょっとアマドラもな、ボス戦使うし。ここは頑張って、まあキラー刺さるし、神キラーね。神タイプしかいねえな、ほんまこのダンジョンね。マジで。うわー、なんかだいぶうんこんもしたけど大丈夫。いや、これ倒せ、さすがに。操作短縮もこのターンで終わる。さあ次の回。出た出た、もうこのなんかようわからんやつ、いらんってお前みたいなやつ、マジで。しかもこいつも隠せるかやってくるんげ。いや、いやでもさ、さすがにさ、アマドラ早めに使わんとね、ちょっとボスがさ、なんか結構カウントダウン系じゃん。早めに倒さんと火力上がってどんどんきつくなるからさ、ちょっとアマドラやっぱさ、早めに使える状態にしないといけないの。いやだからさっきのターンで使ったのは間違ってない。これはもうこの回でこいつ引いたのが悪い。もうお前の存在が邪魔なんだよ、マジで。ちょっと待ってよ、この一条もさ、ボスで使うからちょっと早めに貯めないと、これ。貯めないとというか。ねえ、こいつでさ、永遠に飛球士やってくるんだっけ。絶対やってくるやん、ほんな。どうする。うわー、これ飛球臭確定か、これ。じゃあもうギル貯めるしかねえんだ。じゃあもうこれちょっと空打ちしよう。これ空打ちせないかんでしょ。マジでスキルの管理だるいわ。あれー、やってこなかった。じゃあ倒します。うわー、もうだったら一条まさき、いやでもつかんと、そうか、たまるもんな。なんやねんこいつ。もうアケやん、もう得体の知れんやつだねこいつ、ほんまに。意味がわからん。デッカーがあと3で裏たまんのか。ちょっとデッカーのな、スキルも結構大事になってくるよね。まあとりあえずここは、あ、ちょっと分割したいな。オッケー。悪魔体力潜在振ってるからね、多分倒せるでしょう。オッケーオッケーオッケー。で、ちょっとさっきね、こいつ使っちゃったから、こいつの54は、まあしばらくね、待たないといけないんですけど、で、こいつも神タイプあるんだよね。まあ、だったらもうここはね、普通に。どうしよう。最終ターンにデッカ使っていく？どうする？いや、待てよ。あ、待てよ。難しいな。あ、まあいいや。とりあえず、まあちょっと一旦ここは。このターンは一旦これでいいや。ちょっとね、ボスの進化後がさ、やっぱ早めに倒さないといけないから、ちょっとスキルの管理とかちゃんとしないといけないの。で、デッカが裏、溜まる、次。次、溜まるでしょう。まあ、てか、ここは倒してもいいのか、別に倒しに行っても。じゃあ、もうシャナ使って、これ使う。A 波と無効貫通。A 波と無効貫通かけて、で、分割する。はい、分割する。これ、OK じゃない？あわよくばここで倒す。はい、完璧。いや、火力高いね、やっぱ、シャナ君。あんたすごいよ。OK、来ました。さあ、こやつはどう調理するよ。まあちょっとまずは出始めに、あ、どうしようかな。まあとりあえずこれ使うか。で、あー、なんか暗闇うせえな。あー、でもなんかせっかく76スキル使ったんだったら、ちょっとここ削りたいよね。
いや難しいな、待てよ。まあもうアマドラ使うか、多分ねこれ相当削るよ、このパーティーだったら相当削れると思うんですよね。じゃあもうこれも使って OK。 このターンは普通に無効化やろう。はい OK、 完璧。まあ悪くない、悪くないパズル。さあこれでどこまで削るかよ。でちゃんとこのターンで半分まで削らないとアマドラの経験切れるからね、死んじゃうよ。だからちゃんとここで半分まで削る。で盤面にヒドロップは6個あるから、これシャナで色は足りる。よって俺の勝ち。なんか今よくわからんパズルしちゃったけど OK です。なんかね、やっぱこういうようわからん焦りがね、やっぱ出ちゃうんだよね、僕はね。オッケー。でも関係ない。はいはいはい。で、こいつがね、こうやってやってくるわけ。それをしっかり耐えてる。ちなみにね、こいつのこの半分のダメージは、334万4000らしいです。みんな大好き334です。オッケー。まあとりあえずもう半分まで削ったらこっちのもんだからね。ここはね若干も多いし、まあ適当にはいはいはい、こうやってまあ十字なんて組んじゃって、オッケー。さああとはちょっと最後だよな。いやこれさ、さっきのさ無効感パズルの削りがなんか結構怪しいラインだったじゃん。これやっぱねちょっと最後のあれは、あでも待てよ、最後のあれもさ、あでも覚醒無効あと5ターンか。こいつのさなんか死に際の行動がさめっちゃえぐいのね。覚醒無効全くらい目でしょ確か。それ食らいたくないよな。だったらちょっとね、いやでもそれも一応大丈夫っちゃ大丈夫なんだよね。ドローリフができるからこいつのスキルで。ただアマドラがあと5ターンなんで、ちょっとこいつと5ターン殴り合うのなんか嫌だからね、早めに決着をつけたい。まあとりあえずちょっとここは暗闇解除しよう。一旦一呼吸をこうね。オッケー、いい削り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 よ。ねえ、なんかここでいけねえかな、ここで。無理？な、エアとかさ、かけたらいけんのちゃうん？いけるんとちゃいますこれ。ダメかな？この次、こいつ火力上がるんだっけ？なんかこれでさ、水属性になったりしたらもう、それこそ終わりよ。ねえ、もうこれさ、ギルもあるしさ、エアもかけれるさ、これやってよくねえか、おい。いやもう行くわ俺。行っていい？いやもうこれ勝てんかったら知らねえ。うん。このゲームが悪いよ。これでシャナ使って、で、エンハもかける。絶対生きるでしょこれで。ただ、ジャッカをちゃんとうまいこと処理して。オッケー、大丈夫？あもうこれ完璧でしょ。あ、ジャッカ、強化ドロップちゃんと入れたい。オッケー。よし。いや、勝った。倒すよ、倒すよ、ちゃんと。いけよ。いけ！よいしょ！はい、ありがとうございました。え、初クリア？あれ？ちょっと待って。初クリアだって。俺、正午チャレンジしかやってなかったんだ、このダンジョン。マジか！初クリアです。どうもありがとう。さあ、というわけでね、やっぱ火力が良かった。火力高かったし、まあ、耐久面の不安もね、やっぱあったっちゃったんだけど、まあ、パーティー編成工夫すればなんとかなってたね。まあ、あとはやっぱこいつのスキルが強いね、本当に。やっぱ火だけじゃなくて、回復生成できるの強いわ。で、まあね、6解除付きだし。で、やっぱ火力、うん、もう2回目だけどね、やっぱ火力、いいね。素晴らしい。
ちょっとやっぱね、火属性もね、俺結構好きな属性だからね、やっぱこういう新キャラ出てくれて本当嬉しいです。はい、以上です。さよなら。